服部と明10月1日から1993年3月24日は第9代最高裁判所長官愛知県出身第8高等学校東京帝国大学法学部卒業裁判官になった後陸軍に招集され歌詞館を過ごした英語が抜群の出来で戦後は司法省大臣官房で連合国との接触に当たった 最高裁民事局第一課長の時に、家事審判規則の制定に参画した。その後、司法研修所教官や東京地裁で裁判実務に就いた。1954年に、報道財団が支援した日米法学者交流でアメリカの大学に2年間留学した。帰国後、土裁所長、東京高裁判事、福岡高裁長官、大阪高裁長官を歴任。 1975年12月3日に最高裁判所判事に就任。1979年4月に最高裁判所長官に就任。長官就任から1年半くらいに、旭川地裁判事飲酒暴行事件や安川、照ル事件や死事件やシ亡ル浮上事件での東京地裁判事保の犯罪人との癒着等の裁判官の不祥事が相次いだ際には、高裁長官。 実際所長会合で、信頼回復と裁判官の指導、育成を訓示し、裁判官の外部研修を始めるなどした。長官になってからも商法定事件を担当した。1982年9月、最高裁判所長官退官。退官の時に、裁判官の不祥事が心残りと話した。鈴鹿氏名義民。ありがとうございます。